POT のコラボ相手、僕たちのコラボ相手、ファンタスティックスの、沢夏さんと堀夏さんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。それこそ BOT といえばね、ついこの間僕らは MV 撮ったじゃないですか。はい、はいはい、そうですね。その日が翼二十歳の誕生日の日だったってことでした。ファンタさんにサプライズのちょっとお祝いをしていただけて、うんうん、めちゃめちゃでかいケーキを。でかかったね。はい、いや本当に嬉しかったです、あの時は。あれこそあれだよね。武道館。アイコンZ、ちょうどここキッドマティックの2人なんで、ね、はい、それ以来だったので、僕たちがデビューして正式にコラボできるということで、ね、この間もさ、はい、あのスタジオでたまたま会ったじゃん。ありました、ありました。1時間ぐらい普通に喋ってた。ずっと1時間ぐらいもうそうだね。今じゃ考えられないこの距離感というか、いや本当に、ね、さ、琥珀めっちゃ食うって言ってたじゃん。僕食べますね。夏くんめっちゃ食うから。へえー、でも、うちのソーマもめっちゃ食べるソーマめっちゃ食うよ。ソーマめっちゃ食べるソーマ細くない？そうそう、細いんですけど、なんかメンバー以上に食べるんで、ほんとどこ行ってるのみたいな食べてもいいの。すごい、どんな感じなんですか？毎日焼肉。あ、毎日焼肉。いや、もうぜひぜひぜひ一緒に。焼肉しか食べさせない。逆に本当に嬉しいのが、やっぱファンタさんとの改めてのコラボで。あ、確かに、エモいね。最初は結構、もうザバトルバカって感じだけど、だんだんこうライブ感もありつつ、でも今回からまた新しい4グループ入るから、それも俺らはめっちゃ楽しい。多分みんなジネエグザイルもそれを持ってるから、僕らネオエグザイルが入ったことによってまた新しい BOT のカラーが見れたら、絶対可愛いよ、ね、嬉しいですね。曲がなんせいいからね。かっこいいですよね。かっこいいですよね。かっこいいです。あー、はいはいはい、まあ、いい買い物行きたいです。買い物、服めっちゃ好きなんで、買い物行きたい。一緒に服行きましょう。服マジで見たいです。4人で TikTok を撮って、あ、いいね、撮ろう。今日もあげます。おお、今日あげます。今日あげたいです。今日撮って数日中にあげます。いや、お願いします。じゃあ俺4人で写真撮って今日あげます。おー、すごい、今日だんだん緩くなって、いきます。バトルオブ東京ジュニアエグザイル VS ニオエグザイルファーストラウンド。あ、つなげてる。8月10日土曜日、8月11日日曜日、8月12日月曜日、やばい、埼玉スーパーアリーナ、やばい、隠されてる、やばい、セカンドラウンド、8月31日、土曜日、9月1日日曜日、京セラドーム大阪、僕ら美容バトルオブ東京パフォーマンス、ぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。もう着々と始まってますんで、はい、皆さん楽しみにしててください。お願いします。お願いします、はい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バーイ。